はい、と皆さんごきげんよう、ラバちゃんでございます。ということで本日もですね、アセットコルサのラバちゃんおすすめモッドをご紹介していきたいと思います。前回ですね、あのセブンスターリーフのこちらもみじラインをですね、ホームコースのもみじラインをご紹介しまして、その時に一緒にご紹介しましたこちら鈴木くんのNB のロードスター、めちゃめちゃロードスターって感じだよね。もうちょっとなんかあれカスタムされてたような気がするけどね、リアウィングとかついてたような気が、 GT ウィングついてたような気がしますけども、まあこちらのロードスター、ちゃんとあれですね、スーツグ君のこちらあのドライバーズシートにちゃんとモデリングされたスーツグ君が乗ってるということで、スパルコなんですね、珍しいバケットシートね。ということで、まあ、こちらのロードスターの導入方法をご紹介していきたいと思います。はい、ということでまた概要欄の方にですねリンク貼っておきましたんで踏んでいただけたらなと思います。いつもの私がお世話になっている突撃アセットコルサさんのホームページでございます。はい、ユーノスロードスター NA なんだ、あら NB のロードスターではないんですね。 NB はじゃあリトラクタブルじゃなかったっけ。スイツグトールくんの下の名前トールくんなんだねロードスターということで、 NA エンジンってことじゃなくてかな、これ型番としては NB じゃなかったっけ。あそっか、 NA ですね、 NA の、6CE ユーノスロードスター10.6前期型か、後期型が NB なのかな。で、ボディカラークラシックレッドということで、マツダ製パーツ純正なのかな、ハードトップ純正のやつがついてたんですね。はい、あらかっこいい、いいっすねリトラクタブル好き。あ、次ちょっと室内視点で走ってみましょう。セブンスターリーフ SSR かっこいい。ナンバーがやっぱりあれなんですね、ゲームとアニメだとやっぱ若干違うんですね、何か意味があるのかね。せつぐ通るセブンスターリーフのダウンヒラーということで、一番大事なのは車の運転を楽しむこと。いいですね、わかるこれ、完成ドリフトで振ります、いいですね、神風ダウンヒラー。 NB のロードスターの4連スロットルってことは SR かなんかの FCR4 連に入れてるってことかな、多分馬力を190馬力までアップ、すごいね、 1800cc で200馬力近くまで出してんのはすげえ、しかも NA で金かかってますね。はい、 1800cc7250かレブ、やばい、やっぱり1000キロ切ってるんだよねロードスターは、いいですよね。あ、大沢あれなんだ、 RKG さんなんだ、なるほど、あ、じゃあ素晴らしいですね、あー素晴らしい。じゃあこちらダウンロードございますんで、こちらの方をクリックして、こちらですね、またクリックしますといつもの、Google ドライブ来れますんで、 Google ドライブ来たら、こちらの方ですねクリックしてダウンロードしちゃってください。ここをクリックするとダウンロード始まります。でダウンロードしましたら、こちらコンテンツマネージャーですね、コンテンツマネージャーの方にダウンロードしたものをですね、これですね、はい、このままドラッグ&ドロップしていただきますといつものようにこちら緑の部分が光りますんでインストールしちゃってください。でインストールが終わりましたら、車を選ぶ部分ですね、こちらでトールスエツグなんで、T の部分ですね、匠藤原のちょうど下にありますんで、はい、トールスグルということで、はい、ちょうどあれですね、この86の下のところですね、はい、私タグイニシャル D で絞ってますけど、タグで絞るといいですね、はい、タグ絞るとかなり楽で、こちらの方を、選びますとちゃんともう分かりやすく出てきますんで、色は赤しかございません、はい、で OK します。で、もみじ、せっかくなんでもみじライン走りましょう。でそうしますとこのような感じで乗った状態で来れますんで、はい、せっかくなんでもう一回走ってみましょうか。前回がもう下りだったんだよね、まあ、今回はちょっとこちらの車のあれですね、よいしょ、これ車だとあれか、邪魔っすね、消していきましょう。ということで走っていきたいと思います。結構ね、まあ2回ぐらい下り走りましたけど、かなりやっぱり RKG さん作ってるだけあってかなりクオリティ高いっすね。でやっぱり若干あの完成ドリフトで走るということで、ケツが結構出る感じの
デフォルトだとセッティングになってます。なんでグリップで走るんだったら、まあちょっとセッティング変えてもいいのかなと思います。こんな感じ、ブレーキングでケツ出るみたいな感じかな。まあでもいい音してるよねマジで。 NA ちょっと 4AG に近い感じのエンジン音ですけど、でもいいっすね。FFB のかかり方とかもかなり、間違った、かなりいい感じにかかってますね。何の挙動の違和感もなく、前にね、FC とかご紹介した時の若干の違和感とかもなく、滑ってる時に FFB が抜けるもないですね。はい、なのでかなりいい感じ。すごいね、多分練習になる。ああ、いいっすね。ドリフトの時も全然抜けないっすね。ちゃんと滑らせても、うん、86に近いっすね。本当に86に近い感じの素晴らしいドリフトの練習になる挙動だと思います。いいね。200馬力ぐらいでさ、ちゃんと NA で馬力もあって、アクセルオンでケツが出るっていうこのタイプ、こういう感じで、ちゃんとサイド引いても滑るし、バランスが素晴らしいんだろうなこれ。あら、ギア抜けたわ。まあこういう点も含めてかなり練習になりますね。まあギア抜けに関して言うと俺の G29 があんまり良くないっていうのありますけど、この間の大会でついに行ったかもしれないっていう。まあ大会本番ではなく大会練習で多分行ってるんですけど、寿命がね。うん、素晴らしい。でやっぱあとコース、もみじラインがかなり素晴らしいですねこれは。やっぱこの NA のさ、エンジン音がいいっすよね。ここ駐車場のところか。はい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 。いやー、この室内視点も結構綺麗っすねやっぱり。やっぱ RKG さんが作ってるだけあって、クオリティが高い。まあいいですね、ここの下り、この視点いいですよね。これとかさ、ちょっといろは坂に近いものがありますけど、あぶね、いいっすね。いいね、ここら辺とかめっちゃリアルなんですよね。このなんていうんだろう、落石防止のさ、ここら辺の感じで、もうちょっと行くとネットが出てくるんだよねこれ。あー、いいな、めっちゃドリフトしやすいこれ。まこちゃんのさ、シルエイティの方が馬力があってドリフトのしやすさで言えばしやすいんですけど、完成ドリフト、本当に G がかかって流れてしまうっていうドリフトは、こちらの方が練習になると思います。かなり自然に。で、ものすごい暴れるとかもないので、はい、かなり自然な感じにいける。多分、セッティング次第ではもっとスムーズに、お釣りも出ない感じでいけると思いますんで、タイヤね、新しくして、やったんですよね確か、劇中ではね。彼女のお金で買ったタイヤ
オンボロタイヤじゃダメだっつってね。まあまあでも結果基本ね、これ負けて走り屋を辞めるっつってね、真面目に働くって言ったスーツ君のね、劇中だと気になる方は漫画も見てみていただければなと思います。はい、かなり綺麗なロードスターとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん参考にして使ってみてください。かなり練習になります。グリップ走行でもかなり練習になる車だと思うので、セッティングし直してね、はい、ちょっと私の方も練習で使ってみたいと思います。はい、ということで本日はですね、イニシャル D セブンスターリーフの末継トール君のこちらのロードスターご紹介いたしました。参考になった方ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで、まあ引き続きアセットコルサおすすめもっとねご紹介していきたいと思いますので、そちらの方の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな、アリシャルザイ。